溶乳とは羊が分泌する乳汁のことである。フランスのアベロン県の回転式搾乳機。ニュージーランド南東の羊の機械式搾乳機。溶乳は主に飼育されている家畜化された羊から搾乳して得ている。搾乳を目的として飼育されている羊は少ないが、人為選択によって一般的な羊よりも多くの乳汁を出す品種が見出されてきた。 例えば、アワシ種、イーストフリージアン種、サルダ種、ラコーヌダネなどが知られている。なお、溶乳を搾乳するための機械も各地で開発されてきた。本来、溶乳は羊が子供を育てるために使用するものだが、人は食料の一つとして利用している。人による溶乳の用途としては、そのまま人によって引用されるより、むしろ主に乳製品の原料として用いられる。 特に洋乳を用いたチーズは各地で製造されており、例えばギリシャのフェタチーズ、フランスのロックホール、スペインのケソマンチェゴ、イタリアのペコリーノロマーノ、ペコリーノサルド、リコッタ、マルタのジュベーナなどがある。羊から得られる洋乳は牛から得られる牛乳と比べると、1頭あたりから搾乳できる乳汁の量は少ないものの、一般に牛乳よりも乳脂肪、乳固形分、 ミネラル分が豊富であり、チーズの製造に適しているためである。この他に羊乳を用いた乳製品としては、ギリシャヨーグルトなどもある。乳中の栄養価は、個体差や摂取している食物や体調などによる変動もあって一定ではない。したがって、あくまで参考値であるものの、いかに牛乳、ヤギ乳、水牛乳、羊乳の、それぞれ 100ml あたりの栄養価を示す。 ただし、リコッタは必ずしも溶乳が減量とされるとは限らない。他の動物の乳汁が減量とされることもある。ありがとうございます。